はい、どうもみさんこにち、は。いこ,んにちはこれです。それでは今回なんですけども、通常時のスマホ決済還元率まとめということで、まあ今回の動画なんですけども、現在いろんな決済方法で、まあ PayPay などの10%から20%の還元のキャンペーンなど、大きなキャンペーンはあるんですけども、その大きなキャンペーンを除いて、 時間帯なども関係なしにして、まあ通常時スマホ決済を使うと実際にどの決済方法がお得なのか、もしくは還元率はどれぐらいなのかっていうのをサクッとお伝えしていこうと思います。まあ言葉の表現が見つからないので、まあ通常時という言葉でお伝えしますのでご了承ください。 それではまずペイペイからですね。こちらご覧の通り、お店のペイペイ決済でペイペイならいつでも戻ってくるということで、ペイペイ残高やヤフーマネー、そしてヤフーカードの場合は3%。で、その他のクレジットカードだと0.5%ということですね。いや、まあ時間帯関係なしに3%付与っていうのがあるのはもうペイペイの魅力ですよね。次に l i n e イこちらご自身の前からによって l i n e イボーナスがもらえます。 マイカラーは前の月でどれぐらいラインペイを利用したかで決まります。で、それがこちらなんですけども、下に出てる数字なんですが、まあ、下から見ると、ホワイトだと0円から9999 99円。で、レッドの場合だと1万円から4999円。こういうのを使ったら、色が決まるということですね。で、還元率はちょっと右にも出てるように、グリーンは2%、ブルーは1%、レッドは0.8%、ホワイトは0.5%ということになります。まあ、何度か動画でもお伝えしてるんですけども、 まあ今度出てくる LINEPEI Visa c r e d i が3%還元なので、まあ今後どのように l i n e p e が動くかっていうのを期待したいと思います。次に楽天ペイですね。こちらは5%の還元のキャンペーン中でして、これは楽天カードを持っている方の場合ですね。なので分けてお伝えすると、楽天カードだけで支払ったら1%の還元。で、楽天ペイのみで決済したら0.5%。 で、ここで楽天ペイと楽天カードを合わせたら通常は1.5%なんですけども現在はキャンペーン中ってこともあって5%の還元ということですね。まあ、なのでこれは 楽天カードを持っている人はかなり恩恵を受けますね。ちなみに昨日アップした楽天ペイの動画でもちょくちょくコメントにもあったんですけども、ビザプリペイドカードのキャッシュと組み合わせて使われている方も中にはいらっしゃるみたいなので、それもかなりお得ですね。次に D ポイント。こちらは実質最大3%の還元中ということで、こちらは8月の31日までです。まあこれは D 払いではなくて D ポイントなので、ちょっと使える幅は広いのかなというふうにも思います。 次にファミペイ。こちらファミペイの場合は200円につき1円分のボーナスがつくようになってますので0.5%の還元ということになりますね。そして最後のオリガインペイなんですけども、こちらは還元ではなくて支払いの時に割引をされるんですけども、銀行口座と連携している場合は3%オフ。そしてクリジットカードやデビットカードの場合は2%オフということですね。まあ、こちらも先ほどお伝えしたキャッシュと、まあ、組み合わせて使われる方もかなり多いので、 キャッシュの2%プラスオリガインペイン2%オフということになりますね。 ざと今お伝えしたことをまとめると、ペーペ y p は3%、ラインペ p は0.5%から2%、そして、楽天ペ a は0.5%から5%、D ポイントだと3%、ファインペ a が0.5%、オリガインペ a が2%から3%オフということで、まあ、このまとめた中に何度かお伝えしたキャッシュは外しています。まあ、他にもメルペイ、アマゾンペイ、そしてユーチョペイなどあるんですけども、特に、ま、通常時決済する上で、そんな還元というのがないので、今回はこちらに載せてません。 僕自身現時点では、 ペイペイもしくは楽天カードを持ってるので楽天ペイ。そしてビザが使えるとこであればキャッシュを使うことがあります。まあこう考えると3%を普通に出し続けるペイペイってそれもそれですごいなっていうふうに思います。まあ多分また月が変わったり週が変わったり、まあ、増税したりすればこの辺に関しては若干変わってきそうな気もするんですけども現時点でまとめたものなのでご了承ください。まあそんなこんなで今回は通常時のスマホ決済の還元率についてまとめました。今この動画を見てくれてるリスナーさんは大きなキャンペーン以外の時は何を使ってるかなどですね。あればぜひ 下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました